どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いします。さて、今日もオープン戦がありました。ソフトバンク VS 阪神の試合ですね。たった今終わりました。ということで、今終わったということで、僕も今撮ろうと思いましたね。結果だけ見ると阪神が、2-7ソフトバンクの勝ちですね。いやー、そろそろ勝ってほしい、本当に。前のシーズンのオープン戦も確か最下位だったような気がするんですけど、ちょっとその辺あんまり調べてないんでわからないんですが、いやね、ちょっとそろそろ勝ち星が欲しいな、さすがに。その負けてもいいとは思うんですけど、でもまあファンとしては勝ち星が欲しいですよね。まあとりあえず、今日の、考察について僕の個人的な意見を述べていきたいと思います。ですね、とりあえずスタメン阪神、1番セカンド上本選手、2番レフト近本選手、3番指名打者ナバーロ選手、4番サード大山選手、5番ファーストマルテ選手、6番ショート北条選手、7番センター中谷選手、8番キャッチャー坂本選手、9番ライト江越選手で、先発ピッチャーがメッセンジャー投手ですね。まあここにそのまあ開幕したら、まあオープン戦最後の方になったら出てくるんでしょうが、まあ開幕したらライトとレフトに福留選手と糸井選手が入って、まあ打撃の層がねちょっと厚くなるかなっていう風に考えてはいるんですけど、まあね、今日の試合もそうですし、昨日の試合もそうですけど、また前のシーズンと同じように糸井選手と福留選手におんぶに抱っこっていう感じがちょっとしそうですよね。この2試合だけ見てたらちょっと打撃不振、まあ前のシーズンの打撃不振の時の試合を思い出してしまいますよね。そうですね、まあ結果的に見ても5安打で2得点。まあソフトバンクもそんなに多いわけじゃないんですけど、まあ8安打で7得点っていう、まあ多いわけではないんですけど、まあチャンスで点を取れないっていうのがやっぱり阪神のちょっと悲しいところですよね。まあ今日もね、そのチャンスいくつかあったんですけど、そこで1点、まあもしくは2点取れなかったっていうのがやっぱ痛かったですよね。まあそのポジティブに取れるっていうところを見ると、大山選手が久しぶりの快音聞かせてくれましたよね。1回に、左中間、レフトスタンドに飛び込む、スタンドじゃないな、写真撮ってる人たちいたんで、あそこに飛び込む、ツーランホームラン、それで先制したんですけど、まあその裏の攻撃、ソフトバンク松田選手にね、グランドスラム浴びて、メッセンジャー投手が4失点で負け投手っていう感じなんですけど、まあね、そのソフトバンクの得点も阪神の得点もどっちもホームランでしか取ってないんで、その点だけ見ればまあ一発は怖いなっていう風に考えていただければなとは思うんですけど、チャンスでね点取れないのはやっぱ痛いな。1回の攻撃も正直チャンスというよりかは何というかって感じなんですよね。上本選手がフォアボールで出塁して、でまあ大山選手に回ってきてツーランで、相手のその裏の攻撃がヒットで出てフォアボールで満塁にして、満塁ホームランで逆転されるっていう、いやーちょっと辛いなー、これはもうちょっとなー、まあね、あとはね、その何回の攻撃だったかな、5回表の阪神の攻撃で、坂本選手がアウト、江越選手アウト、上本選手がヒットで出塁して、近本選手がヒットで出塁、ナバーロ選手がフォアボールを選んで4番大山選手に回ってくるっていう、ここなんか僕も映像見てないんであんまりわかんないんですけど、ファーストの相手の選手だ、誰だったかな、その時ちょっと覚えてないんですけど、多分内川選手だったと思うんですけど、まあファインプレーって書いてあったんで、まあ抜けてもおかしくない打球だったんじゃないかなとは思ってるんですけど、ここで1点欲しかったな、せめて。
まあ、4対2で負けてるんで、同点にしてほしかったなっていうのが、個人的な感情ですかね。あと、まあ、ポジティブに取れるところを語っていくならば、まあ、近本選手が今日も、3打数の2安打かな。4打数の2安打ですね。1打席目、まあ、1つ目は普通のヒット。で、2つ目はセーフティーバントで、相手の甲斐野投手の158キロのストレートをセーフティーバントでっていうので、まあ、やっぱすごいなって。まあ、その後ね、その盗塁試みて、盗塁失敗してアウトになるんですけど、まあね、その辺はね、まだオープン戦っていうところもあって、どんどん失敗していってほしいなっていう。まあ、失敗を重ねて、どうやったら成功するかっていうことを考えて、やっていってほしいなとは思うんで、全然この盗塁失敗は何にも思わないでいいんですけど、まあでも、本当にそれぐらいなんですよね、今日のいいところ。打撃陣で見ると。大山選手もね、正直ホームラン打ってよっしゃーって思ったんですけど、それ以外がね、やっぱりあんまり打ててなかったんで、まあ、4の1だとちょっとね、大山選手もね、これは完全に僕個人の感情なんですけど、大山選手ってホームランバッターではないと思うんですよ。アベレージバッターかって言われたらそうでもないんですけど、でも、ホームランをめちゃくちゃ期待して、その打席を見守ることは正直できないんですよね。個人的に。もちろんホームランも打てるし、長打が魅力っていうのはあるんですけど、あくまで、その長打の延長がホームランっていう風に考えてるんで、大山選手は基本的にツーベースヒットとか、まあそれこそ普通のヒットとか、打ってくれるの、その点取り屋っていうイメージなんですよね。まあ、僕の中での4番というか、そのホームランバッターとかっていうなら、その中田翔選手とかね、そういう感じのイメージがあるんですよね。まあ、阪神で言うならば、その最近だとゴメス選手みたいな、その当たったらホームラン、当たらなかったら三振、内野ゴロ、みたいな感じでね、そういう風なホームランバッターなんで、ホームランバッターじゃないんで、個人的にね、その大山選手を見て。なんで、だから、まあ、ね、4の2、まあ、もう1本ぐらいはヒット欲しかったなと。まあ、いいところといえば、そのさっき言った近本選手が4の2打ったっていうところぐらいですかね。うん、木浪選手もま、途中出場で、ま、さすがにね、10試合連続のヒットとはならなかったんですけどね。まあ、それはしょうがない。その、スタメンで出て、4打席、3打席立ってたらわからなかったですけど、まあ、代打で出てね、そのすぐヒット打てるってなったら本当にすごいんでね。まあでも木浪選手も普通に出てっていう感じなんですよね。だから今日の本当に打撃陣はね、もう言っちゃなんですけど、近本選手以外は平凡だなっていう風に思っちゃいますね。うん。ホームラン以外で、ちゃんとしたものはなかったんで、どうにかして、まあ、開幕までにちょっとどうにかしてほしいなっていう気持ちはありますね。まあそれは期待しましょう。うん、期待しましょう。うん、期待するしかないですね。はい。というわけで、次は投手についてですね。メッセンジャー投手3回、ガルシア投手2回、西投手1回、藤川投手1回、ドリス投手が1回、それぞれ投げて、無失点に抑えたのはガルシア投手、藤川投手、ドリス投手、この3人ですね。ガルシア投手がね、まあね、1人目に1球目で四球を与えて、あ、ちょっと怖って思ったんですけど、まあ、その後は、まあ、2回だけしか投げてないですけど、まあ、安定したピッチングで、まあ、無失点に抑えて、ああ、まあ、やっぱ安泰だなっていう風に。で、まあ、メッセンジャー投手は、まあ、ホームラン打たれてって感じなんですけど、まあ、メッセンジャー投手もね、ガルシア投手もね、まあ、安牌かなっていう風に思ってます。メッセンジャー投手もね、ホームラン以外で、ね、取られてないんで。で、西投手がね、ホームランで、スリーランホームランで、3失点。で、ファーボールが1っていう。なんていうかね、西投手はまだやっぱりキャッチャーとの意思疎通が取れてないのかなっていう風に
思っちゃいますね。それこそ、このファーボール1っていうのが確固たる証拠なのかなと。ファーボールとかあんまり出さないイメージなんで、いや、俺が投げたいのは今はストレートだよ。だけど梅野捕手だったかな、キャッチャーだったかな、梅野選手か、まあ、坂本選手だったと思うんですけど、いやいや、ここはストレートで来いよって。いやいや、ストレートじゃないよ、スライダーだよ。なんかその辺が、ね、映像を見てたらね、首を振ってるとかわかるんですけど、残念ながら映像見れてないんで、その辺の食い違いがあって、投げにくそうだったのかなっていうふうに思いますね。一応配球は見れるんで、それだけ見たら、なんかまあ普通にストレートがちょっと高めに浮いたっていうのもあるんですけど、まあそれにしてもちょっと投げにくそうな印象はあったかなっていうふうに思います。まあそれでね、まあピッチャー陣はね、まあ結果7対2で負けましたけど、まあ見てて安心できますよね。まあ、それこそ藤川投手とドリス投手、昨日の動画でも言ったんですけど、中継ぎ投手、まあドリス投手、今日は最終回投げてって感じなんですけど、まあやっぱりね、15球ぐらいで終わってほしいと。で、藤川投手6球ですよ。6球で終わり。確かね、周東選手だったかな。まあ盗塁仕掛けて、盗塁阻止してて、それは梅野選手の梅ちゃんバズーカーが炸裂しましたけど、まあそれもあってね、6球で終わるって、ドリス投手も11球で終わるって。いやー、見ててね、ほっこりしましたよね。もう安定安定。もう何も怖くないっていう。だからね、ピッチャー陣に関してはね、もう毎日毎日言ってますけど、もう安定です。もうこれに、プラスして開幕にどうやって合わせていけるかっていうぐらいですね。まあこれだけ見るとね、開幕投手マジでガルシア投手あるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。うん。普通に球速も145キロ、150キロ近く出てて、まあ、ツーシームがおそらくめちゃめちゃ動いてた。まあ、スライダーがね、ちょっと甘いかなっていう印象なんですけど、まあ、それでもチェンジアップとのコンビネーションで緩急もつけれて、だからまあ結果は無失点なんですけど、でも今日はね、本当にね、勝ち星がつかないのが痛いね。本当に。どうにかして勝ってくれないかなと。勝ってくれなきゃね、盛り上がれない。うん。ポジティブになれるところは負け試合からでもあるんですよ。もちろん大山選手、久々の快音聞かせてくれた。よっしゃーって。ドラフト1位の近本選手、4打数2安打。おー、すげえ、マルチ安打じゃねえかって。ガルシア投手2回投げてゼロかよって、いいねとかって言えるんですけど、まあこの感情をね、勝ちっていうものをプラスしたところに言えたいですよね。うん。まあ、いかんせん負け試合なんで、ちょっとテンションは落ちてしまうんですよね。うん。まあまあ、でも、なんだかんだやってくれるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、一つ、物申したい。本当に物申したい。マルテ選手、もうちょっとやってほしいなぁ。うん。マルテ選手、厳しいよ。さすがにこれは厳しい。フォローのしようがない。いや、本当に。今日、何打席言ってんのかな ?3 打席ノーヒット。まあ別にね、3打席ノーヒットっていうのはね、正直しょうがないじゃないですか。それはどうでもいい。だって3タコ4タコって全然ありますからね。ただね、ただですよ、そのアウトになってるのがストレートなんですよね。ほとんど1打席目もストレートに詰まって、ピッチャーゴロだったかな、セカンドゴロ、セカンドゴロで、2打席目少々お待ちくださいね。2打席目もね、確かそう、2打席目もストレートに詰まってピッチャーゴロで、3打席目は確かカーブを引っ掛けて内野ゴロだったと思うんですけども、って感じですよね。ちょっとね、そうですね、3打席目がカーブでサードゴロ、
まあ、引っ張って引っ掛けてサードゴロって感じなんですけど、ちょっとねこの成績だけ見ればねフォローのしようがない。本当にストレート、まあ変化球、そのねロサリオ選手とかね、もうすべての外国人選手、その移籍してきた1年目とかっていうのは配球の違いとかいろいろあって、その馴染めない選手もいっぱいいると。もちろんそれはしょうがない。日本人が海外、まあ、メジャーに行ってアジャストするのも難しいっていう、まあその違い、まあ文化の違いもあるし環境の違いもあるんで、そこはしょうがない、しょうがない、しょうがないんですけど、まあストレートに2つとも詰まって変化球も打てないってなると、ちょっとこれは考えものだなーっていう風に思っちゃいますね。まあ次のねオープン戦がいつだったかな、来週か8日8ですね、8に、楽天とやれるということで、まあ、そこでもぜひ出場していただきたい、うん、もう出ないとこれは無理ですよ、うん、慣れていかないと本当に、そのバッティングピッチャーの、まあ、変化球打ったりとかストレート打ったりとかって、まあ、もちろんそれも大事だと思いますけど、そこはねちょっとね本番、まあ本番じゃないっちゃ本番じゃないんですけど、その本番の空気を感じながらやらないと、これはちょっと直せないんじゃないかなと思っちゃいますね。本当に開幕、まあそれこそ僕は予想開幕スタメンのやつで、ファーストにマルテ選手っていう風に言ったんですけど、これならもう完全にナバーロ選手の方が今上ですね。マルテ選手、まあそれこそオープン戦打率ゼロなんで、まあナバーロ選手2割5分打ってるんで、まあ別にその打率がね、まあ仮にその8割9割って残してるならその人を選びますけど、まあ2割とか3割ならそんなに変わりないんで今の時点だと。だから別に打率のいい方を選ぶっていうわけじゃないんですけど、その未来が見えない今の時点で、マルテ選手に本当に愚痴みたいで申し訳ないんですけど、今の時点でそのポジティブになれる部分がない。去年のロサリオ選手はここで打ってた、本当にいい成績を残してただけに、シーズンに入ってボロボロになってみたいなことを言われて、そのね言われた部分があって、そのダメ助っ人だって言われましたけど、これ僕自身はね、そのロサリオ選手大好きなんで、メジャーでキャッチャーに挑戦してるらしいですけど、まあ挑戦というか戻ったっていう感じですけど、まあ頑張ってほしいなと思ってるんですけど、マルテ選手はね本当に厳しいね今の時点だと。ポジティブになれる部分がないんで、まあ、この8日の楽天戦にぜひとも出場していただいて、それで、まあ、なおかつ、まあ、マルチ安打はやってほしいなと思っております。というわけで今日の3月3日ソフトバンク VS 阪神戦の個人的考察でした。いやね怖いよ、またこの打撃不振かと。本当にねちょっと改善できんのかな、わかんないな、うん。まあとりあえずね、僕らファンはね期待して待つしかないんで、その選手たちに頑張ってもらえるように、僕たちはその心優しい応援を、声援をやっていけたらなと思っております。というわけで本日の動画は以上です。聞いていただいた方ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よかったらよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。